早いもので8月16日になりました。こういうね、長期休みっていうのはね、本当にあっという間に時間が過ぎていくわけですが、皆さん夏休みいかがお過ごしでしょうか。さあ、頑張る頑張る詐欺になっている方、もしくはやるぞやるぞ詐欺になっている方がもしいらっしゃれば、もう夏休みの終わりは目の前です。本当に間に合わなくなりますよ。改めましてどうも、大地です。今日はね、冒頭で話したように投稿しているのが8月16日なんですけれども、8月いっぱいまで夏休みがある方でもあと2週間ですから、2週間で夏休みが終わりとなります。で、この夏休みの最初からはずっと言い続けてますが、ここまでね、夏休みがうまく使えてる方、もしくはうまく使えてねえなという方でも、終わり良ければ全て良しじゃないですけど、最後の印象次第でこの夏休みがどうだったかっていうのが非常に決まってきます。だから前半うまくいってる方も、この2週間やべえやらかしたってなると、前半うまくいってたのに夏休み前提がダメだった印象になります。で、もしくは前半がダメダメだった方も、この2週間をねきっちりやりきって、まあ最初ダメだったけど、でも最後は伸ばしきれたよね、このまま9月走り抜けていこうっていう風になっていきますので、まあ毎回毎回言ってることですけど、この2週間兜の尾を締め直して気合を入れて、ぜひね、いい2週間過ごしてみてください。で、今回のテーマは勝つ受験、そして負ける受験というテーマで話していきます。まあ、こんな活動してますけど、もともと塾講師として、まあ、正社員で働いてまして、いろんな生徒を見てきました。特に個別等塾だったからっていうわけでもないかもしれないですけど、生徒とかなり密にコミュニケーションを取ってきたので、こういったことを考えている生徒は受験で成功していく。で、こういうことを考えていると、やっぱり失敗していくなっていうのがある程度こう統計が出るんですよね。なので、それをね、皆さんに今回お伝えできたらと思っております。実はこのトピックで話そうと思うと、めちゃめちゃ細かくいろいろ喋りたくなるんですけど、まあ、動画が長くなってしまうので、今回は2つ皆さんにお伝えします。ただこの2つも聞いてみれば当たり前なことです。当たり前なことなんですけど、まあ、全体に言えること先に言いますね。当たり前のことをきっちりやれてるかどうかです。これが一番大事で、これを2つのトピックで話していきます。まず1つ目、これは自分に合った勉強法、勉強スケジュール、そして勉強量ですね。これが見つけられてるかどうか、これをちゃんと口に出して話すことができるかどうかです。自分はこのチャンネルで毎週月曜日に、まあ、こんな感じでね、顔出しで皆さんからもらった相談に答えたりとか、まあ、勉強法とかのこうテクニックとかね、まあ、そういったものをいろいろ話しているんですけども、もし毎週今月曜日見てくださってる方は、多分この2ヶ月ぐらい見てればいっぱいこの話聞いてると思うんですよ。自分はこういう勉強法を全部真似しなさいって言わないようにしています。で、これは塾講師の時から変わらないです。もう俺が決めた、これやっときゃいいからやれっつって、これはしないです。なぜかっていうと、自分が考えたもの、例えば自分にとって俺のね、配置流のベストな勉強法って思ってるものはあるんですよ。でもそれが今見てくださってる、まあ、何万人か分かんないけどの方に全員にフィットするわけじゃない。だから必ず言うんです。アレンジしなさいって、自分に合った風にアレンジしろって。例えば暗記法の動画を昔撮りました。この暗記法では、例えばね、その日のうちに昼とか夕方にやるじゃないですか。絶対その暗記したものを寝る前に確認します。で、その2個あるでしょ？やって寝る前、そして起きたすぐ起床後にこの3点セットは絶対やりなさいって。なぜこれを言うかって、俺はこれで成功してきたから。で、これを実際にやらせて成功してる生徒をたくさん見てきたからです。でも 100% じゃない。だから、これが基本的に配置はこう言ってたなって。でも例えばよ、私は例えばね、ちょっと低血圧で朝起きた時にどうしてもね、勉強がしにくい、いるから、そういう体質とかね、で体の調子でそうなる方はいる。だからそういった方は無理にこうやんなくていいじゃん。だって無理なんだもん、体の状態的に。だったらここを抜いて、じゃあ学校に着いてすぐにチェックしようとか、それでもいいし、じゃあそのね、朝はきついから夕方に、だから夕方、夜、夕方の3点セットでもいいかもしれない。それがダメなんてみじんも思わないもん。自分がやってみて、自分が考えてアレンジして、それで結果が出てればそれでいいんだから。いろんな生徒を見てきて、例えばね、じゃあ偏差値が45ぐらいのうちに生徒すごい多かったから、50いってない子のが多かったからさ、45の子とかが、じゃあ50後半の高校を目指してました。10足らないでしょ。で、どうするって、もう一生懸命やるって言うんよ。数学を必死にやりますみたいな。で、俺よく言うじゃん。目標は数字を立てて言えよって。必死って何をもって必死なんてなってしまう。だから必死っていう具体的な数字で決まってないから、最初はね、モチベーションが高いから頑張る頑張る頑張るってなるんだけど、勉強って難しいのがさ、結果がすぐに出てこないじゃん。だからモチベーションが持たないんだよ。
で、だんだんこうなってって緩やかに勉強しなくなっていく。まあちょっとの量をしていくようになるのね。でもちょっとの量でも、まあ必死だから、まあ自分にとって必死だし、まあいっかって言って、どん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 曖昧になっていくの、すべてが。それで結果が出ないのね。だから数字で目標を立てろっていう話をしてるの。ちょっと話が逸れちゃったんで戻しますね。だから一個質問したいのは、皆さん今自分にとって合う勉強法、勉強のやり方、まあ、暗記のやり方でもいいし、勉強スケジュールとか、一日の勉強量の決め方とか、ありますか？こだわり。あなた流のです。そんな別にね、長文でね、もう読書感想文かみたいな感じで出さなくていいんだけども、箇条書きでもいいから、話せるかい？今。私の勉強法、これがベストじゃないかもしれない。でも、ベターなものは今これでやってますって。でもそれをやりながら試行錯誤して、毎日毎日もっとアレンジできないかなって考えながらやってますかっていう話。これがもうね、胸を張ってドーンって言えなくてもいい。ちょっと自信ないなと思いながらでもいいから、喋れるかどうか。これがあるかどうかで9月が大きく変わっていく。これが9月以降のやっぱり勉強量の質が変わってくるから、伸び方も変わってくるんだよね。正直言うわ、先言っとくよ。夏休み明けのテストとか模試があると思うよ、受験生多くの方が。多分ね、6割ぐらいの方が伸びない。伸びないっていうか、思った結果が出ないから。そんなに甘くない。だってみんな勉強してんだから、夏休み。いい。でも、そこで折れなくて、9月で最初に結果が出なくて、折れなくて、継続してったら、めちゃめちゃ抜けるから。人っていうのは伸びるタイミングが人によって違うんよ。俺も伸びなかった、夏以降。俺、夏めっちゃあったもん、勉強。やったけど伸びなくって、ああ、もう終わったと思った。でも、まあ、高校の時の恩師がね、うわーって言ってくれてさ、あ、くそーと思って続けてったら、10月、11月ぐらいかな。にやっと伸び始めて、B 判定とか A 判定が取れるようになってきて、ちょっとずつ。で、変わってきたのよ。だから、その部分を、まあ、そこまで継続しなきゃ。なんかいっぱいブワーって話しちゃったけど、まずはこのね、あと夏休み14日間ぐらい、まあ、みんなが、ちゃんと数字を決めて目標を立ててやりながら、自分の勉強法って何かなって、ちゃんと口に出して話せるかなって、目の前にいる推しのポスターに向かって喋るんでもいい、そこにある人形に向かって喋るんでもいい、まあ、もちろん話せるなら、ね、LINE でちょっと聞いてよって言って聞いてもらってもいい、何でもいいから、ちゃんと自分のことをアウトプットするのをやってごらん、夏休み中に。これは絶対やった方がいい。いいかな。まずこれが一つ目のポイントとなります。そして二つ目、こちらはさっきよりももっと精神論に近くなるんですけど、でもやっぱ必須だと思っているのが、自分が伸びること、自分の成長を信じているかどうか、これは必須だと思います。正直ね、中学生高校生のうちっていうのは、まあ、よく年頃の時期ね、多感な時期と言われる時期は、まあ、ホルモンの関係とかで自己肯定感が上がりにくい時期です。だから自分に対してダメ出しをいっぱいしちゃうでしょ。みんなさ、今私がね、こうプリント入って渡して、はい、あなた自身のメリットごめんなさい、長所と短所を書き出してください、はい、制限時間5分です、どうぞってやったら書けます？おそらくですよ、おそらく、デメリットの方が多くなる方が 99% で、メリットが1個も出てこない方もおそらく 30%、40% いると思います。これは俺が塾講師の時に実際やらせてたからね。いるよね、メリット1個も出てこない方。多分俺中学の時だったら出てこないと思う、1個も。高校なら出てくると思うけど、まだね。でもデメリットの方が多分いっぱい書くってぐらいな時期なので、これは仕方のない、いいんです、これに関しては。ただ1個だけ言うのは、メリットがゼロはやめな。メリットじゃない、ごめん、長所がゼロはやめな。長所がゼロの人なんていないから。まず書けないんだったら、この動画見てんでしょ、この動画うちのチャンネル見に来てんでしょ。何度も言うけど、こんだけエンタメがある YouTube の世界で勉強しよう、自分を頑張って変えようとか高めようと思ってこの動画クリックしたんでしょ。その自分がもう長所だから、すごいことなんだよ。いい、もっと誇ってくれ、胸を張ってくれ、このチャンネルを見てること。いい、それがまず1個長所決定したから、あともう1個ぐらい自分で探してごらん。いいかな、長所のない人間なんていないから。わかった？で、またまた話が逸れてしまいましたけども、やっぱりね、勉強においてもスポーツにおいても、例えば楽器の練習とかもね、絵画とか芸術も全部含めてなんだけども、自分が成長するっていうのを信じられてるかどうかで成長のスピードが変わってきます。まあ、モチベーションとかももちろん変わってくるよね。イメージしたらわかる。じゃあ、例えばバスケットボールを頑張ってる方がいます。ね、なかなかね、こうシュートが決まらないと。じゃあ、スリーポイントがね、3点のね、外のとこから埋めるスリーポイントがなかなか決まらないと。でもさ、練習してんだよ。練習してる時に、絶対大丈夫、上手くなるからって思って、こうやって練習してる人と、どうせやったって上手くなんねえよって。成長すると思う、この、上手くなんねえよ。はぁ、って。
で、この人絶対めんどくさいって思ってるから、だってやっても意味ねえと思ってんの。で、そうなってる方いるぞ、きっと。この夏休み後半で、勉強において。やってもどうせ伸びないんじゃないかな。だからもういいんじゃないかな。諦めていいんじゃないかなって。いや、やめな、やめな。もうもったいない、時間が。無理でもいいから、まず朝ね、顔洗うじゃん、洗面台で。その時鏡に映った自分。まずその自分に向かって、あんたはやりゃ伸びるからって、頑張ってんだからって言ってやりな。誰もいないんだから恥ずかしくないでしょ。最初は嘘でもいい。口に出したのに気持ちがこもってなくてもいいんだ、最初は。でも自分に言ってやりな。お前は大丈夫だって。まず俺が言うわ。大丈夫だから。何度も言うけどさ、もう繰り返しない。この動画、このチャンネル見に来てんだから、もう伸びる才能がありまくってんだから。だから信じてやって。俺の方が信じてるよ、多分。みんなのことまだ。この時点で。かな？かなじゃない。わかったかな？はい。なので、まあね、ちょっと具体的な方法ではないんだけれども、やっぱり昔の生徒を思い出した時に、その二つは必須だと思ってる。だから、あと、まあ夏休みの残りの期間っていうのはみんなによって違うと思うんだけども、まず具体的なね、目標を立てて、契約立ててやっていくんだよ。毎日この目標を立ててやっていくって決めていてやると。で、それ含めて、あともう一個は、自分の勉強法が何なのか。今私はこういう風にやって、結果を出してますっていうのが、ちゃんと口に出して説明できるようになる。具体的にしていく。そしてもう一個は、毎日鏡に向かって自分に言う。自分が絶対伸びるんだ。絶対偏差値10上げてやるんだって。それを信じながら、この2週間やってください。自分を信じるって大変だよ。すごく疲れるからね。疲れるけども、それをやった先に得られるものは非常に大きくなります。それは、胸を張って言える。俺がそうだったから。自己否定をしまくってた俺が、時間かかったけど、半年以上かかったけど、俺は自己肯定するまでに。でも、まあ、俺がね、どんだけ、ひねくれてたというか、自己否定をしまくってたかっていうのは、みんなには見せられないからさ、あんま信じてもらえないかもしれないけど、ひどかったから。はい。自覚してるから、俺に関しては。でも、あんな俺でも、まあ、自己肯定は、まだ未だに低いと思うけど、でも、こうやって胸張って喋れるぐらいには慣れてるから、人は変われるよ。いいかな。信じて、ぜひね、残りの夏休み過ごしてみてください。ということで、今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また来週の動画でお会いしましょう。それじゃ、頑張っていこうね。またね。バイバイ。